はじめまして。福岡でゆるベジ楽膳野菜料理教室ベジラコをやっています林佳代子と申します。よろしくお願いします。高子先生と出会ったのはとあるセミナーで、確かですねテーマがどんな風に教室業をやってる人がどんな風に集客していったらいいかっていう内容だったと思います。でちょっと講演とかセミナーのタイトルは覚えてないんですが、で当時私は集客をどうしようかなっていうことと、それが突き進んでいけば仕事を、今の仕事、教室っていう仕事を続けようか続けまいかどうしようかなっていうところで悩んでいました。っていうのも私は家族の仕事の関係で平均すると3年前後でこう住まいをね、あちこちにこう引っ越しを重ねてこう住まいを変えていく、いわゆる転勤族だったので、短い時はね4ヶ月で引っ越しをしたこともありますし、長いところ今のところが一番長くて、それでもまだ4年、丸4年経ってないぐらいですね。4年目に入ったという感じです。なのでその引っ越すたびに仕事がゼロになってもう一回やり直してっていうので、その引っ越しを繰り返すことは、住まいを変えること自体は屋根があればどこでも寝れるというタイプなので全然苦痛ではないんですけれど、仕事っていうものが絡んでくるとどうしてもこうマイナスに捉えざるを得ないと思っていて、それをどうしたもんかなって考えていた時に、そのセミナーのことを知ってちょっと行ってみようかなって思ったのが、高子先生と出会えたきっかけです。今思えばセミナーに行ってよかったなって思っています。だから本当初めてお会いした時に抱えてた悩みがその引っ越しと仕事っていうことですよね。でちょうど引っ越したばかりだったので、引っ越してまだ1年も経ってない時だったんですが、新しいところで福岡に移ってきて、福岡での教室運営と集客をどうしようかなっていうのが、当時の私の悩みです。で先生の信頼ポイントって、なぜこう先生にお願いしようって思ったのかっていうのは、先生をについていこうって思えたからなんですけれど、なぜじゃあそう思えたかっていうと、先生の言葉に嘘がなかったからです。女性だとよくあるんですけれど、心の中で思ってることと口から出てくる言葉とが微妙に違う方とか違う瞬間ってありますよね。なんか本当は A じゃないかなって思ってるのに、B もいいんじゃないっていう言葉で出てくるとか、そういうのは仕事においては私はあんまりなくていいかなって思っていたんですけれど、高子先生はまさにそういうのを私以上にスパンってこういらないって考えている方で、出てくる言葉は基本脳で考えていることとイコールで、嘘がないっていうのが一番その高子先生 を私は見ててすごい素敵だなと思ったことでもありますし、師匠ついていきますって思ったポイントだったりします。簡単だと思うんですよ。大丈夫大丈夫とかって言っちゃうのって、でも大丈夫って言う以上にそれじゃダメだよっていう方が多分エネルギーもいるし、じゃあどうしたらいいんですかって質問絶対返ってくるから、そこに答える知識とか実力とか技能とか言葉はちょっといろいろありますけど、そういったものとか裏付けがないと、いい加減な大丈夫大丈夫じゃなくて本当のことっていうのは
見えないんじゃないかなって私は個人的に思っていて、先生のその嘘のない適当な大丈夫大丈夫がないところが一番のついてきます、もうちょっと繰り返しになっちゃいますけど思ったポイントです。それからですね、その嘘がないって言葉が先生がすごいなと思ったことって今言いましたけど、もう一つね、そのセミナーを受けた当初は私コンサルティングお願いするとかそういうことは全く実は考えてなかったんですよね。そこまで考えてなくて、でもなんかヒントが欲しいなって思って参加してて、でそのセミナーの中でですね、参加されてたのは基本的に私と同じように教室業をされてる先生方だったんですが、ジャンルはそれぞれ人によっていろいろだったと思います。お菓子の方もいたし、パンの方もいたし、料理の方もいたし、とにかくいろんな先生方がいて、その方々が一人ずつなんか悩みを言って、それに対してこうワンポイントというか答えてっていう、先生は答えてくださるみたいなことがあって、その時私は引っ越しとか転勤のお話をしたんですよね。で、その時に先生が、の人がそういう話をすると、私あまりそういう話をしたこと、人にしたこともないんですけど、大抵の人が、数少ないその話を聞いた大抵の人が、まず第一線には大変だねっていうと、ああそっか、それは苦労するよねっていうようなことを言うんですよね。で、私も実際そういうふうに思っていました。だからその高子先生からそういう言葉が返ってくるかもしれないってちょっとこう薄々思ったんだけど、先生はそれを一言もマイナスっていう風に言わないで、それのどこが大変なのみたいな、逆にそういう風に、だってこうプラスに考えられるじゃないみたいなことをさらって言われた時に、ってすごいびっくりしたんですよ。私はこっちでしか見れないものを、先生は当時ちょこっとだけ私の話を聞いてパッとこっちの見方を教えてくださって、こういうふうに考えたらこういう展開ができてこういうふうになってってっていうのをポンポンポンってこうヒントをくれたんですよね、くださったんですよ。その時にオンライン講座っていう方法もあるんだよっていうふうに教えてくださいました。で、私はそんなこと思いつきもしなかったので、ああで先生と出会って、実は今セミナーから言ったら2年ぐらい間もなく経つんですが、ですね、オンライン講座を今始めています。だからそのヒントをくださる、そのものの見方をこれしか知らなかった私に、こうビジネスとしての柔軟さとかしなやかさを持って、こっちとかこっちとかこういろんな見方があることを教えてくださったこと、それからその今言った柔軟さとかしなやかさっていうのがいかに大事かっていうのを、多分先生はその言葉をストレートには使わなかったんですけれど、そのいろんな言葉の端々でヒントをくださったのがすごく印象としてすごい強烈に残っています。だからそういう私にはできない見方を教えてくださる方についていきたいなと思ったのも、先生の当時コンサルティングを受けるのって、多分これっぽっちも私は考えてなかったんですけど、それをお願いしますって一言までこう言ったのは、その先生 その視野の広さとか先生がくださったヒントに、あるかなと思います。それからですね、そのもし私のように迷える子羊にもならないっていうか暗闇の中でこうあーってなってる方がもしいらっしゃったらですね、そのヒントの一端とか、その高橋貴子 の思考の一端に触れるだけでもすごく人生が面白くなっていくので、ぜひ受けていただきたいなと、おすすめのポイントです。その思考に触れるっていうのがおすすめのポイントです。
で、もう一つおすすめのポイントがですね、絶対に変わってくれないところがおすすめのポイントです。先生はヒントはくれます。それからその私が変な方にこう逆、本当はこっち向きで考えなきゃいけないの、こっち向きで考えちゃってたりするときにこっちじゃない、こっちっていうヒントはくれるんですけど、こっちに進むのは、変わってくれません。進むのは私自身だし、もしこれから今この動画を見て迷っていらっしゃる方が、もしこの進む方まで高子先生に期待してるんだったら、それはちょっと違うかなと思います。進むのためのパワーをくださいます。だから時にこう背中を押してくれるんですけれど、時にこう優しく押してくれることこださることもあるし、バーンってこう張り手のようなパワーをくださることもあるし、そういったそのヒントをもらってこう進む方向性が見出せて、でなおかつこう自分でやってみたいって思う人には本当におすすめです。で私がもう一つコンサル、高子先生 のサロンのメンバーの一人に入れていただいてよかったなと思うのが、サロン の先輩方が皆さんすごく魅力的なんですよね。それぞれ、東京や大阪が多いんですけど、日本各地にいらっしゃって、九州も福岡の私以外にも天草、熊本県の天草にもいらっしゃるし、あと宮崎県にもいらっしゃるし、いろいろとこうあちこちにいらっしゃるんですね。その方々が皆さんとってもパワフルだしポジティブです。起業家としてすごいキラキラ系ではなくて、汗が光るという意味でのキラキラしてるところがあるし、本当にパワフルだし、もう365日努力してる、努力を重ねてる方たちなので、そういう方の近くにいるだけで、私も頑張んなくちゃなって素直にこう思えるところ、そういう環境も、私はそのコンサルサロンのメンバー、私は本当にもう末席の末席なんですけど、そこに所属できて、すごいラッキー、すごい幸せっていうふうに思っています。なのでそういうオーラを、オーラ、エネルギーを浴びるっていうのもおすすめのポイントかもしれません。で、もう一つですね、やっぱりその自分の人生を自分で決めて自分でコントロールして進んでいけるっていうのは、やっぱりそれは別に男性とか女性とか性別とか年齢とか関係なくできたら素敵だなって思うんですけれど、それを叶えるヒントにあふれてる場所だと思います。パワースポットかな。なのでそんな風に感じています。そんな風なところで私の言葉が誰かのヒントになれば嬉しいと思います。長々とありがとうございます。長々とすみません。そしてありがとうございました。では失礼いたします。